ボートレース宮島のエンジンボート初下ろしのシリーズ、台風による中止順延を挟みましての6日間決戦、中国関東九州の3地区対抗戦はいよいよ頂上決戦の第12レース優勝戦を迎えました。対戦メンバーは1号艇松村聡、2号艇斉藤仁、3号艇村上潤、4号艇山口剛、5号艇加藤隆、6号艇宮本夏樹。以上6メンバーの対戦、文字通り中国2名、関東2名、九州2名の3地区対抗決戦です。インコースには人気の中心1号艇松村聡、近況好調投手も好相性、舞い込んだ絶好枠で前走琵琶湖からの連続優勝へ向かって陰線松村。2コースが2号艇の斉藤仁、日ごと堅実に上積みに成功をきっちり仕上げています。3コースは3号艇村上潤、陣営の仕上がりなら文句なし、天気の変化に対応できればチャンスも十分。かの位置が4コース4号艇山口剛、陣営の悔しさ雪辱を晴らすには V あるのみ。5コース5号艇加藤隆はバランス取れて卒ないさばきのできる足、6コースが6号艇パワフル仕立て、どの足も上位です。宮本夏樹3対3で枠なり第12レースの優勝戦、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。おっと、これは大波乱か。一周一枠、先前1号艇回して刺していく4号艇入れず、5号艇も続いていくがバック側です。お知らせいたします。ただいまのスタートにおきまして、4番、5番、6番外枠3名はフライングのため変換欠場となりました。ここは大波乱の最終12レース優勝戦、4号艇山口剛、5号艇加藤隆、6号艇宮本夏樹、外枠3名はフライングのため変換欠場となりました。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。残ったのが3名で、先頭は独走、今2周の2幕、1号艇人気の松村、2番手接戦3号艇の村上に握った2号艇の斉藤は少し膨れて、上位の体型1番3番2番レースは固まって最終周回です。なおこのレーススタートにおきまして、4番、5番、6番はフライングのため変換欠場です。どうぞ皆様、4番、5番、6番に関する投票権、最後まで大切にお持ちください。最後の最後も大波乱、上位3名、残った3人、1番、3番、2番でラストターンマーク。トップ1号艇松村、2番手3号艇の村上、3番手2号艇斉藤、1、3、2、第12レース先頭1番松村優勝のゴールイン、3番、2番ゴールイン。なお4号艇山口剛、5号艇加藤隆、6号艇宮本夏樹はそれぞれフライング変換欠場となっております。